今日はさ、今年からね、やってる畑、前ジャガイモ植えましたっていう畑の、動画にした畑なんだけれども、そこの様子見に来ました。でご報告までに、動画回してるんだけども、これが今の状況です、ね、草だらけでちょっと見っぱ悪いんだけども、ね、見栄えが悪いんだけれども、今こういう感じで、要するに生育良好ですね。うん、結構大きく育った、うん、でここの種芋ね、今年っていうか去年不作で種芋小さいのしか確保できなかったの、数が確保できなくて、うん、さ本来ね、研究論文いろいろ見ていくと 30g から 40g の種芋が収量的に最もちょうどいいと言われてるんだけども、今回ここ 20g 程度のちっちゃいの、本当にちっちゃい豆粒のような種芋使いました。それでもちゃんと育った。まあもう少し大きくてもいいのかなと思うけど、まあ多分順調に育って取れると思う、ちゃんと芋がね。うん、これはびっくりした俺本当に。どこで見てもやっぱ30や 40g ぐらい種芋あればいいなってみんな喋るし、どの研究論文でもそういう風に書かれてるんで、やっぱそのくらいなきゃダメなんだろうなと思ってずっとやってきたのね。8年目だ今年、じゃがいも8年目、営利目的で栽培してね、うん、無肥料でやってっていうことでやってきたんだけれども、 20g でもいけなくはない、まあ、いけなくはないんだけれども、まあ、やっぱりところどころこういう風にちっちゃいやつとか、ね、ここもちっちゃいし、こういうひょろひょろってしたものね、ひょろひょろってやつ、こういうのがねやはりある。だからやっぱり安全性っていうことを考えればやっぱ 30g は最低欲しいなっていうのはあるね。でもね、本当にこういうのもあるけれども、ちゃんと育つものもあるということが分かったのはでかいなと。だからちっちゃいからって種芋にもできないって捨てるんじゃなくて、取っておく価値はあるなと。うん、それが今年ね一番まあ大きな収穫かなと思っています。でジャガイモの話なんだけども、まあ、花が咲いたらね、あれ花が咲いたら何もだっけ、咲いてから大体1ヶ月ぐらいで収穫なんで、今咲き始めたつぼみもついてるんで、あと1ヶ月ほどすればここのジャガイモも収穫できるかなっていう感じです。でね、この土寄せ作業あるじゃない、マルチやってないから土寄せしなきゃいけないんだけども、最後の土寄せのタイミングはこの花が咲き始めた頃だから、今がねベストなタイミングなんで、まあ、今日ねこれから土寄せをしていこうかなと思っています。まあ、今日三脚持ってきてないからそういう作業風景までは撮れないんだけども、いつもはね一輪管理機械でガーッと飛ばしてやっちゃうんだけども、今日はね機械持ってこなかったからクワでやってねおごうかなと思います。うん、でこれから作業入ろうかなと思います。土寄せ終わりました。私汗だらだら、昨日までちょっと大雨降っててね、全然農作業できなくて今日休憩やったんだけども、でこのすんごい日差し強くなって湿度と温度の高いこと、これで手作業でやったからもう汗だらだらでさ、で終わったのが、こういう感じです。ちょっと通路部分のところ草なくなったでしょ。んで、まあ、この辺ちょっとね、株元にちょこっと寄りましたっていう感じです。これで終わり。これであとは、収穫まで放置。まあ、花が咲いて1ヶ月だから、今がね、6月の30日か。だからまあ7月の下旬あたりまで、この状態でお日様に乗せて光合成させて収穫と。まあ、おそらくここまで来れば、まあ、特に、大きな問題もなくいけると思います。うん、超大雨が降ってここがね土砂崩れで流されたとかでない限りは大丈夫かなと。でね、土寄せなんでするのかっていうことね、意外と分かってない人も多いんだけども、ジャガイモってさ、お日様当たると緑色になって、名前なんだっけな、アルカノイドじゃないかなんだっけ名前、後で調べとくけど緑色になってちょっと苦味になるのさ、まああれでちょっと食中毒子供とかだったら起こすみたいなね、お腹を下すぐらいだけどもね、そういうことあるんで、そのお日様に当てないために、土寄せして芋が太っても出てきても、土がかぶったままの状態、お日様に当たらない状況を作ってあげるっていうことで、こういうふうにやってます。マルチをやっとけば土寄せなくてもちゃんと日陰になってるから緑色にならないから土寄せしなくてもいいよっていうこと、
ね、それだけ。マルチを張る手間を取るか、土寄せをする手間を取るか、そこをどっちを優先するか、どっちを取るかっていうのを、で、どっちがいいんだろう。俺はマルチかける方がめんどくさいから、土寄せしちゃうんだけども、まあ一輪管理機あるし、いいかなと。土寄せする方が俺は好き。うん。あとはほら、土寄せすると土がこういう風に中耕されるんで、空気が入って、土の中まで空気が入るから、俺はその方が俺は根にも酸素が届くから、いいんじゃないかなって思います。うん。でね、今回、まあ機械やらないで、手で汗だくなりながらこれやったっていうのは、機械だとね、微調整ができないわけさ。やはり手で寄せてあげると、本当の株元までね、ここちょっと寄ってないな、後で寄せとくけどもね、機械だとこういう風に寄ってない場所ができるわけさ。でちゃんとやってればこういう風にほらね、株元まで寄せれるっていう、で腕の形も整えられるっていうことで、やはり最後は手作業かなと。うん、機械もいいんだけども完璧ではないなというふうに感じるんで、こういうふうに今回手作業で最後仕上げやりました。すんげえ暑かったけどもね。でこれで何回も喋るけど、1ヶ月後でだいたい黄色くなって枯れてくれば収穫っていう感じになるんで、まあもう少し気長に待ちたいなって思います。これ北あかりね、北あかり取れるんで、楽しみだな。うん。